この自家折り、ついに来た、ついに青森上陸、来た来た来た、スラスリ、うわおお、よかった、雨は降ってない、うん、明るい曇りね。というわけで、ついに青森マイカーで初上陸となります。青森自体はもう20年以上前に中学校の修学旅行で来て以来ですね。もうお昼でしたから、最初に向かったのは青森魚菜センターっていうのかな、元祖青森のっけ丼というね、新鮮な魚介類を自由に乗せて食べられる海鮮丼をいただきに行きます。コメントでね、美味しいと教えてもらって、到着したらお昼なのですぐ食べたいなと思ってたんですよね。途中ね、狭い道なんかも通りつつたどり着いたのがこの青森魚菜センターです。じゃあこれ食べますか。わあ。噂ののっけ丼。ペイペイ使えるって。1,2,3ノーマルライスでいい、ノーマルライスでいい。今話、うん、はい、はい、どうぞ。はい、チケット、シューマイ1つ、ご飯は1つでよろしいですか。はい、中盛りで1枚、大盛りで2枚使ったお刺身、種類によって枚数変わります。わかりました。お味噌汁とかお惣菜、お漬物もチケットで買えます。ご飯とか一番さ、この前の通路ずっと突き当たりまで行って一番奥左です。一番です。へえ、いろんなの売ってる。はい、普通盛り1枚は2枚です。普通盛りで1枚、1枚1枚、普通盛り1つでいいです。はい、普通盛り1つでいいです。余裕にいるの、うん、2枚でしょ。すいません、マグロ、生マグロ、中トロと中落ち1個ずつ。はい、うわすごい。はい、どうも。じゃあ2個、2本。はい、ありがとうございます。一緒にしていいですか。はい、はい、ありがとうございます。でっかいね、これ。大きいですよ。すごいね。美味しいお食べ応えあります。そうですよね。はい、すいません。はい、どうも。こんな感じでこの後もいろいろ食材とチケットを交換しました。北海道の釧路にも和商市場というところでね、勝手丼という似たようなシステムの海鮮丼食べることができます。食材はね、どっちも美味しいですし新鮮なんですが、大きな違いは青森の場合はチケット交換制ということですよね。いちいちお金を払わなくていいのでやり取りがスムーズです。僕らもね、財布ジャラジャラさせずに済みますし、チケット切って渡すだけですからね。でお店もね、いちいち計算しなくてもチケット何枚と、すごく楽でよく考えられたシステムだなと。払う方ももらう方もね、余計な計算とか手間をかけなくていいというのはいいですよね。醤油バーっとかける。でかくない、これ。でかい、すごいでかい。醤油？うん、醤油バーっとかける。あ、それかここに、うん、鶏皿あるから。いってるんですか。これから食べていいじゃん。うん、すごい。待って、乗ってる量がさ、ご飯がないよ。うん、噛み切れるかな。それ何？何だろう、トロ？わからないぐらいすごい。じゃあいただきます。うん、おいしい。うん、いやー、ここののっけ丼ね、すごく美味しいですね。価格も安いですし、味も美味しいしね。いや、これはいいね。北海道の勝手丼も美味しいんですけど、青森に来たらね、ここは立ち寄りたくなりますよね。ここからはね、少し急ぎ足で観光していきます。まず向かったのは弘前城ですね。まずはね、大手門口というところから中に入りました。こういうね、昔の建物というのはね、北海道にほとんどないのでワクワクしますね。15年に着手し、16年に完成。お、すごい。拝見されました。写真撮る場所があるよ。わお。え？やばい。大阪城に多分。
ったりという場所がありますので、津軽藩はちょっと通しますよ。トルパン。この天守閣なんですが、てっきりね、僕は一回焼失したものを再建したものだと思っていたら、どうもね、江戸時代に作られて現存しているものらしいですね。迫力のある大きな建物というわけではありませんが、かなりね、貴重な建築物だと思います。早速天守閣の中に入っていきたいと思います。中はね、薄暗い感じになっていますね。入ってすぐの1階には資料なんかが展示されているんですが、妻がね、一番興味を持ったのがお土産コーナー。売店がね、隅の方にちょろっとね、あるんですよね。急な階段を上って2階に行くと、2階にもね、資料が置いてあったり、あとはね、写真の撮影スペースなんかがありました。これは急だわ、すごい、おいしょ。一番上に行くとお城の写真とか、あとはね、弘前城全体の模型なんかがありましたね。弘前城周辺を少し散歩した後は、このね、弘前市立観光館というところに立ち寄ってみました。すごいね。これはあれですかね、ねぷた祭りで使う出汁ですかね。初めて見ました。アップルパイ、うん、柔らか。やっぱり青森といえばね、リンゴかなということで、アップルパイと、あとはね、リンゴのコンポートにアイスを乗っけたようなスイーツ、これをいただきました。すごくね、美味しかったですね。まあ、アップルパイに関しては普通かな、特別っていう感じはなかったですけど、このリンゴのコンポートにアイスを乗せたスイーツに関しては僕初めて食べたので、とても美味しかったです。美味しいリンゴのデザートを食べた後は十和田湖に向かいます。弘前城から十和田湖は結構距離があるんですよね。60キロ以上あって、しかも高速に乗れないで下道ばっかりなので、かなりね、時間がかかっちゃいましたね。台風の影響か天候もね、だんだん怪しくなってきましたが、なんとかね、雨が本降りになる前に十和田湖に到着しました。こっち？あっち？すごい。晴れてればいいのにね。うん、まあでも大雨じゃないだけいいか。え？どういうこと？霧たんぽ。すごい。これが十和田神社。十和田神社。上にあるんだね。うん。あった。お、すごい神社。結構するね。うん。勝手にやっていいの？うん、入れて。これはもう全般的な。あれやんないな。もう一回やるよ。よし。一人手前でしょ？そっか。いくよ。せーので、はい。チロッ。キリが書いてないんだ、きっと。あ、そういうこと。大吉だよ。吉だ、私。大吉です。まさかの大吉。すごいね、ここもなんかあれみたい、海みたい。よいしょ。ああ、確かに。十和田湖を一通り楽しんだら次の目的地に向かいます。途中でね、きりたんぽが売っていたり、美味しそうなものたくさんあったんですが、食事の時間もね、近くて次の予定もあったので、すぐに移動することにしました。
毎回熊には縁があるね。おーすごい綺麗だね。曇っているということもあってか、すごくね幻想的な雰囲気のところで気持ちよかったですね、うん、目的地周辺です。音声案内を終了します。中が住みたいよ。こっちにもある、うん、いっぱい施設建ってるよね。ちょっとうん、美味しそうだね、うん、最後のビールがバラ焼き、これする？いいよ、美味しそうだもんね、芋入ってるしね、うん、うわ美味しそう、いいんじゃないこれとこれ、うん、じゃじゃーん、ジュージューじゃん、めっちゃ美味しそうだよ、ジュージューです。美味しそう。スペアリーブはまだ来ないんだね。スペアリーブ、うーわ美味しそう。そうこちらで、あ、僕の方で、はい、すいません、はい、ありがとうございます。すごい、これビールに漬け込んだスペアリーブなんでしょ。うん、美味しそう。やばいよね。じゃあ食べますか。うん、いただきます。じゃじゃん、じゃじゃん、玉ねぎと豚肉のバラ肉かな。この食べて、うん、いただきます。うん、美味しい、うん、十和田、違う、追い出せビールのピルスナー、うん、いただきます。あー、うまい。あ、さっぱりしてるね。苦味も飲み比べセット1080円だっけ、1000円くらい。それで飲んじゃうと俺ですよ、ベロンベロン出来上がっちゃうでしょ。すごくない？うん、これうん、でかいね。柔らか、柔らかいんだ。これ箸で取れんじゃない、これ。うわ、すごい、ほら、本当だ、箸で取れた。いただきます。美味しい、うん。柔らかい。うわ、本当だ、柔らかい。それも取ってきます。え、ちょっとすごくないこれ、柔らかくて。柔らかいよね、うん、なんか虫で取るのかと思った。こんな柔らかいの、うわ、美味しい。というわけで、奥入瀬の道の駅で豚バラ焼きとビールに漬け込んだスペアリブ、そして奥入瀬ビールをいただきました。どれもね、美味しかったですね。バラ焼きは想像した通りの少し甘めで醤油ベースの味がする食べ物ですね。ご飯とビールはとても進みます。スペアリブはね、ほろほろになるまで煮てあって美味しかったですね。これもね、ビールもご飯も進みますよね。この食事の後はお風呂に入って車中泊のために道の駅まで移動したいと思います。時からやってるんで、実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。あれ、ここだ。あ、どうしよう。ここから入ってぐるっと回っていくしかない。あれ、どっちなんだろう。なんか奥にもあったよね、うん、こっち掛け流しのやだ。あの、あっちの奥にもあったよ。あ、こう繋がってんじゃない、こっちは。ここ、これ1泊2990円泊まれだって。安いね、うん、今日はね、このポニー温泉でお風呂入りたいと思います。ここね、安い。お風呂に入って十和田の道の駅までやってきました。今日はね、ここで寝ようかな、もう眠たいし。お風呂にも入ってね、今十和田の道の駅まで来ております。で、明日なんですけど、今がこの十和田の道の駅なんですが、本当はね、明日盛岡とか、まあ、岩手、秋田ね、田沢湖とか行こうと思ってたんですよ。ただ雨が、雨っていうか台風ですよね、かなりの雨になるらしい、天気予報を見る限りだと。ただ明日南の方に行くと午後から雨止むっぽいので、
この高速の近くにあるところは帰りね、本当は帰りこっちから回って秋田とかね山形とか行って帰ってくる予定だったんですけど、まあそれをちょっとね取りやめて、明日はもう龍泉洞、岩手の龍泉洞だけ行きたいので、ここ行ってから仙台ぐらいまでね、一気に南下しようかなと思っています。仙台ね、この辺で平泉とかも岩手はちょっと雨がすごそうなので、これは帰りに行くとして一気に仙台まで行って、そこからねちょっと考えようかなと。で仙台まで来ると明日午後曇りになるらしいという天気予報だったので、まあ、あとは天気予報とにらめっこしながら晴れてるところを目指していくと、車中泊の旅の一番のメリットでもあるので、泊まる場所が決まってないので晴れているところを目指していこうかなと思っております。というわけでね、今日はもう寝ます。明日ね早くから移動しなきゃいけないので、サクッと寝て明日に備えたいと思います。それではまた。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。